アクティブシニアの皆さん、今週もハッピーで充実したシニアライフをぜひ見つけましょう。今回は仏壇のお話です。何、どうしたの？いや、実は仏壇を買おうと思ってさ。私たちが所帯を持って実家から独立して数十年、そろそろ代々のご先祖様の引き継ぎもあるし、自分たちのことも考えなきゃいけないしな。何も先祖はダメよね。考えてみるか。先祖や個人を偲ぶ気持ちを大切にしたい、そんな風に考えるシニアの方は、仏壇を新しくしたり、または買い替えたいと思うことも多いようです。背景にはマンションなどへの住み替えやライフスタイルの変化があります。ということで、今回はこちらのお店からおすすめの商品をご紹介します。まずはこの仏壇、他の家具と並べても違和感なく調和するデザインで、奥行き38センチと置き場を取らずマンションライフに最適。仏具が置きやすいように棚板のサイズや位置が工夫されています。そしてこちらはサイドボードや棚など今お持ちの家具の上に置けるモダンでコンパクトな仏壇、おしゃれな仏壇台とのセットで選ぶこともできます。そしてお盆がやってきますが、お盆といえば盆提灯、置くことはもちろん扉にかけることができる提灯など種類も豊富。さらに仏具もおしゃれでスタイリッシュなものがたくさんあるんです。なるほど、いろいろあるんだな。仏具だってキラキラしてるものやなんだか素敵なものたくさんあるのよ。そうだな、自分たちの好きなものをぜひ探しに行こうねー。